はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、まあ普通にエクセルちょっとねしてみようかなということで、まあ今回はねちょっと前回の潔いまいちだったんですが、本田圭介育てていきましょうかね。で、どういう感じにしようかなといったときに、ちょっと待って、これだっけ？これに、フレンドバロを借りて、で、どうすっかな、ちょっと迷うね。ちょっとね、ライチ70を採用する。まあでもブースト対象じゃない、ブーストの効果もね、結構でかいんだよね、いろいろと。こっちかな。そう、試合時チップ獲得量アップの10兵がね、結構強い気がするんだよね。早めにチップ大量に集めちゃえる方がいいかなと思っていて、バチラとオシャが、試合時のチップ獲得量アップ 10% を両方持ってるので、まあ、20% 上がるということで、ナギモか。だから 30% 試合時のチップ獲得量が上がるよと、よく見たらバローもだ。そうだね。だから、最初に試合で、とにかく、チップを獲得しまくる編成にしようとすると、こんな感じになるのか。そうだね。潔以外はみんな、試合時のチップ獲得量アップなので、でね、サポートの方は、ブースト対象のやつ、俺、楽しくなってきたしか持ってないから、選択肢がないんだよね。ガチャさんのやつね、楽しくなってきたしか持ってないから、ちょっとそこの選択肢は、ないんだよね。モニタールームとクラウ、は、固定とするならば、まあ練習時のチップ獲得量 30% なので、まあ楽しくなってきたと一緒に踏める練習は、場合によっては踏んでもいいかなと思いつつ、これでね、試合でガンガンチップを獲得していく感じで、行ってみましょう。OK。行くぞ。俺とやろう。やろう。ほい。今やるしかないやろ。今やるしかないやろ。まずは、球速でね、強い練習に備えて、読書でもしようか。読書でもしていきましょう。とりあえず、エクストリームに入っておきましょう。まあ、目覚めてほしいところでしたが、でね、まあ何にもしなくても、とりあえず最初のイベント入ると、12000チップ手に入るので、このイベントも入って、伸びしろですね、と12000、イベント1回ね、だいたい12000入るので、まあ24000だよと。さあ、そして、あれ、なんかこの、これは踏んでもいいぐらい強いか ?350 あるぞ。350あるのと、これね、チップ獲得量も、バチラ一緒にいるから増えてんだよね。16,250 になってるでしょ？これ隣だと12,500なんだよ。なので、これ踏んでもいいかな？まあ、とりあえず踏んでみましょうか、これは。OK。考えて練習するから伸びるんや。そう、考えていこうっていうね。それは大事だよね。まあまあまあ、考えずにね、惰性で流せるのも、大事ではあるんだけど、場合によってはね。さあ、そして、キック300上がるぞ。これはこれで強いな、スペレク。踏んどいてもいいか？強敵。強敵勝っといてもいい。いやー、ちょっとでもこれを踏みますか。300出る。まあまあまあ、300出ればあり。200台だったらちょっとなんか、踏み負けたかなって感じですが、まあ300は出てくれるんなら、いいでしょう。さあ、さすがにこれは、もう不満ぞということで、そうだね。まあでもなんか、意外と強いぞ、このスペレク。まあただ、ここは、試合していきましょうか。はぁ、あ、はぁ、あ、
OK。 まあ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 、187,500 チップ獲得。まあこれ 40% 上がってるってことでしょ。一応4人いるからね、あの試合時に 10% アップの人が。 OK。 だパフォーマンスレベルが、パフォーマンスレベルを、早いところね、6ぐらいまで上げちゃいたいんだよね。最初のチェックまでに6まで上げたいかなと思うんだけど、どうでしょうね。22万5000。 OKOK、 こだわりとエゴイズム8000。まあこれも1万2000入る。あれ1万3000だ、なんでだろう。今なら何でもできる気がするわ。一律1万2000なのかと思ってたんだけどね、イベントは。イメトレ、イメトレ3人で踏めるやつさ、これさ、あの潔と一緒に踏めるならありっていうのもあるんだよね。練習時の、カード経験値獲得量 10% アップなので、イメトレのレベル上げるつもりならここ踏んでもいいなと思ったんだけど、そうだね。まあでも、そうなんだよな。だからまあ金練習以上で潔と一緒に踏めるんだったら、後半にね、潔のイメトレで強いのが来た時にレベルが2とか3になってるのもでかいから、これ一回踏むか。練習はで、ここで阿部君チャンス一回引いておきましょうか。アウェイクニングね、目覚めましょう。さあ来い。読書でもしようか。来ない。ただの皇帝、ただの皇帝じゃない、ただのグランドですね。今なら何でもできる気がするわ。そうだな、こういう時どうすんだろうね。連続で一応休息入れるべきなのか。まあちょっと今回は休息してみましょうか。はい、食堂休みは大事やからね。まあ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 、とりあえずエクストリーム状態を維持したまま、これは試合ですね。気持ちは大事なんすよ。基本的にはどうだろうね、潔と一緒に踏んで経験値貯められるか、まあ、もしくは楽しくなってきたと一緒に踏んで練習でもチップが稼げるか、その状態の強いトレーニングがあれば、まあ、踏むのもありかなぐらいの感じだよね。でまあエクストリームだったら一応切ってね、次にかけた方がいいので、まあ、こういう風に、ね、潔がいるスペレクなら踏んでみてもいい気もするんだよね。まあ450出たのもよし。で、その上で、まあ試合もしながらね、最初のチェックまでに、レベル、そうね、6ぐらいまで持っていけた時が、うまくいった時はあったので、まあそのぐらいを目指したいかなと思ったけど、今回全然だね。まあ休息もうまく機能しなかったし、ちょっと練習踏んだ数が多かった、さらに負ける強敵いて、これちょっとダメだね。まあ後半にね、倍率めちゃめちゃ出たりとかする可能性もあるから一応続けますが、結構今回はボロボロな気がするね。まあ伸びしろと、まだまだ伸びしろがあるぞと。ここもね、ちょっと潔が一緒にいるから、ドリブル踏んでみてもいいんだよな。ドリブルのレベル2になっとけば、多少はね、後半で赤レン出た時変わるかもしんないから。いや、でもパフォーマンスが低いな。随分パフォーマンスが低いですね。200、300ないのか。まあ、300ないんだったら練習でいい気もするな。ただエクストリーム切ってアウェイクニングチャンスを、稼ぐ意味では赤レン踏んどくのもありな気はするんだよなーっていう、これ迷うね。いやー、試合しよう。気
気持ちは大事なんすよ。気持ちは大事なんすよ。はい、危な。また負けるかと思った。引き分けでもダメだからね。とりあえずパフォーマンスレベル4。で、ここで、そうね、まあ、最初のね、チェックポイントの試合が入って、気持ちは大事なんすよ。気持ちは大事なんすよと。まあ、ただ、しかし今回は、よっぽど後半ね、倍率、いいのが出ない限りはちょっと厳しそうな気はするね。伸びしろしかない。伸びしろしかない。まだ成長するんやね。うん。パフォーマンスレベルが、一応4の半分ぐらいまで来た。スペレク、スペレクドリブル筋練習か、200、300、一応300は超えてるな。これ1回エクストリーム切る目的で踏むか、いい練習やね。まあ、250出ればね、とりあえずはそこそこと見ましょうか。あ、黒練習と踏んでグッドに戻して、サッカーで一番楽しいのは、でアウェイクニングチャンス、アウェイクニングチャンス持っていきましょう。でバローのイベントが進む。筋練習そういえば取れてなくない？あ、強敵出現と、まあレベル2赤、まあとりあえず目覚めよ、いけ、読書でもしようか。エクストリームですね。いや、やっぱりね、なかなかもっと上手くなりたい。アウェイクニング来ないね。さあここは、どうしようかな。試合しますか。ただね、もうあと2ターンしか、チェックポイントマッチ2戦目にまでの時間がないので、これねちょっとなんか微妙だね。今回エクストリーム切りに行った方がいい気もするんだよな。なんかアウェイクニング1回ぐらいチャンス、夢を見たいよね。アウェイクニング状態で強い練習が来るのを期待するみたいな。なんだったらイメトレのレベル上げる方がマシみたいな話もありえそうだもんね。これブルーロックマンシュートかイメージトレーニングで強い練習が来るっていうのが、まあ、一番上振れポイントだと思うので、まあそういう意味ではね、ここ金踏むよりもイメトレのレベル上げる方がマシ説もある。あー、しかしな、これ踏みたくねえよな。やっぱせめて金でいてほしいよね。ちょっとじゃあレベニューマッチしますか。よし。なかなか難しいね。まあただパフォーマンス5まで来た。アイスブレイク。そうね。次は何の練習します？あー、ここでイメトレレベル上げますか。ちょ、イサギと一緒に踏めれば、経験値いっぱい入るんだが、まあ 10% だからね。それはそんなに気にしなくてももういいか。どっちにしろね、レベル2までで3まで行くのはなかなか大変そうだから、これでいいでしょう。で、バッチラ金スキルゲット。もっと上手くなりたいわ。ほい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 。さあ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 、これでだ。ここ第2チェックポイントでしょ。ちょっとやっぱ漏れてないよね。厳しいね、なかなか。チェックポイントマッチ2試合目終了。さあ後半の追い上げに期待するところだが、まずはエクストリーム切らなきゃいけないからね。ここからはちょっと練習入れていきたいですね。あー、でもパフォーマンスレベル6にしながら、こういうちょっと強い練習ないときレベニューマッチなのかなという気もするね。いや、でもエクストリーム切ってアウェイ君にそろそろパフォーマンスレベル5、まあクライマックスバトルの途中で6にはなると思うので、もう練習踏み始めるか。まあまあまあ300なら許容範囲だね。はい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 。
そしてだ、でも結局こうなるとね、レベニューマッチ行かざるを得ないんだよね。レベル、トレーニングのレベル2にしとくっていうのも、せめて金でやりたいもんね。ちょっとこれはダメだね。気持ちは大事なんすよ。気持ちは大事だが強い練習の引きも大事と。まあまあまあ、でもどっちでしょうね、あのアウィー君入ってから強い練習来ると一発逆転の可能性はあるので、まだまだ満たされねえ、任せてすぐに探すよと。伸びしろしかない。次は何の練習します？さあ、ここじゃあエクストリーム切りながらドリブルかな。ドリブルだねこれは。うん、250か。ドリブルのレベルが上がる。さあこれでアウェイクニングチャンス、目覚めよ。さあ、うわん、食堂ですね。はい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 。まあとりあえずエクストリーム、まあこのエクストリーム切って次で、狙っていきたいかなということで、練習をもうねガンガン踏みましょう。ただね、ちょっと踏む練習がないときどうすかがね、もうでもこれ練習踏まないと次のエクストリームチャンス、エクストリームじゃない、次のアウェイクニングチャンスがもう残りないんだよね。これエクストリーム切りに行く方がいいよな、きっと。シュートレベル3にできるかどうかが怪しいけど、ドリブルのがレベル早いか。で、イサギがいる筋トレは経験値 10% アップなんだけど、筋トレで強い練習来る感じではない。これシュート踏んどくのが一番いいのかな。まあドリブルだとね、そうね、ドリブル、そうね、練習時チップ獲得量アップでレベル6まで、あーでもどっちでしょ、クライマックスバトルで6勝手に上がるか。これじゃあエクストリーム切りながらブルーロックマンシュート練習に経験値入れましょうか。うわ、踏みたくねー。練習の成果が出ないと意味ないからね。踏みたくねー、これはちょっとダメそう、ダメですね。まあ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 、こういう時もあるよっていうことでね。よし。まあ他に選択しないもんね。今のだってエクストリームキープで流す意味ないもん。しょうがないよね。まあ不運だと思うしかないね。これでどれぐらいいくのかっていうのをちょっと、見てみましょうって感じかな。まあパフォーマンスレベル6に上がる。今やるしかないやろ。今やるしかないやろ。じゃあエクストリーム切りに行きますよということで、まあ赤シュート練習。300%。サッカーが一番楽しいのは上達を感じるときやな。そうだよね。まあこれだとね、ちょっと休息挟むのすらなんかもったいない説も出てくるよな。いやまあしょうがないんだけどね。アウェイクニングしてくんないと倍率で夢を見れないからね。これはちょっとダメダメっすね。まあエクストリームここで終わって、これだって一回しかできないじゃん、仮に目覚めても。それはダメだよ。そうね、まあこれギリギリ SS 乗るかどうかみたいなレベルじゃん。悲しい。はい。いやー休息踏みますか。これでもさ、なんかグッドでもいいから 200% とか 300% とか出るんだったら2回練習した方がいい説もあるからね。
どうせエクストリームで 400% とかで終わるなら 200% 2回練習する方が、いい説もあるから、もうこれ2回踏むか、練習しょうがねえ。成長するまで練習すればええだけ。成長するまで練習すればええだけ今回はちょっとダメでしたが、まあ、いつか強いねホンダを、作れるように頑張りましょうということで、ここはまあ悔しいけどこれで終わりですね。悲しい。おお、最後に無駄に金スキル拾う。気持ちは大事。あれでもこれで3万1000いくんだ。へえ。めちゃめちゃ散々だったけどね今回。そうっすか。これで3万1000ってことは3万2、3000はいってんのか。ほう。はい、今回の編成的にはこんな感じですね。まあ、潔以外の4人が、練習のチップ、あ、練習じゃない、試合でのね、チップの獲得量アップっていうことで、まあ、パフォーマンスのレベルは上がりやすかったですよという感じですね。で、金スキル最後に1個、強靭拾えたので、まあ、ジョーカー、ビギー、まあ、本人がね、ゲットできる鬼神も含めて、まあ、ハクビがあるから、まあ、1、2、3、4、5個。金5個ですね。最高の結果やん。最高の結果ではないんだがな。まあまあまあ、ポジティブに行きましょうか。32,578。まあ、あの内容でね、ここまでなら、なんかもうちょっと目指せるもんね、これ。前向きに、行きましょう。はい、ということで、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。